おはようございます。白菜です。本日のお話は、ある意味諦め、誰かになろうとするのをやめるというお話です。これはですね、自分が自分にしかなれないと。できることは自分自身のバージョンアップだけで、他の誰かになろうとしている限り何者にもなれないですっていうようなお話です。当たり前なんですけど、人は他の誰かになれないわけですよ。好きな俳優さんとか歌手とかモデルさんとかね、学校とか会社の先輩とかで、なんかこの人みたいになりたいっていうのはあると思うんですけど、今なくても誰でも一度ぐらいはね、そうやって誰かに憧れを持ったってことがあると思います。で、その人みたいになりたくて服装を真似てみたりね、髪型を一緒にしてみたりとか、するわけですよ。僕も昔氷室京介さんね、追われてなんかもう黒っぽい格好してる時とかありましたけど、はい。でも残念ながらですね、どれだけ頑張ってもその人にはなれないんですよね。だからその人になろうとするのではなくて、自分という人間の性質を確認して自分を磨くしかない。自分の質を高めていくしか結局ないわけじゃないですか。自分のスペックがその憧れの人と比べ足りないなって思ったとしても、もうそれは受け入れるしかないわけで。もうね、そのスペックにも、その変えられるものと変えられないものがあるわけですよ。変えられないものは、なんか顔とかそういうことになってくると思いますけど、僕の整形すれば別に変えられるっちゃ変えられますけど、それはともかく、変えたところで同じにはなれないじゃないですか。はい、で、じゃあ変えられるものは何かって言ったら、その、知力とかね、肉体とか、メンタルとか、そういうところですね。でもその3つ変えられたらだいぶ変わりますからね、いろいろ。人って大体ですね、その変えられない部分を比べて、自分はダメだと思ってしまってるんじゃないかと思います。もしくは、その変えられる部分をですね、そもそも自分とは違うと。あの人は自分とは出来が違うみたいな思い込んで変えられないと思ってしまったりね。もうそんなに人間の能力って変わらないですから。何をどれだけ継続してきたかとか、何をどれだけ考えてるかとかっていうところ、違いが出てくるので、本当の天才と比べてもね、それはいかんともしがたいものがありますけれども、そんな天才めったにいませんし、変えられる部分の方が変えられない部分より多いと思いますしね。そもそもで言っちゃう、もう人と比べること自体があまり良くないとは思いますけど、なんで、変えられる部分に注目してですね、その憧れのその人ではなくて、過去の自分と比べると。で、勉強して知識を増やしたりとか、筋トレして体を絞ったりとか、そういうのってやろうと思えば、誰でもできますし、持続すれば、必ず変化するわけですよね。その状態で過去の自分と比べたら、それ継続していったら、だって少しであっても確実に成長しているわけですから、今の自分の方がすごいって思えるじゃないですか。で、そう思えるっていうのは結構大事で、それって嬉しいし、自信にもなりますしね。で、何よりそっちは楽だと思いません？誰かになろうとする限り、そこには永遠にたどり着けないわけですよ。その誰かにも。オリジナルを超えることもできず、で、だんだん辛くなってくるわけですよね。自分がないみたいな感じになってきちゃうんで。でも自分を磨くんだったら少しずつかもしれないけども確実に変わっていくわけです。前に進んでる感覚も実感することができると。もし今の自分が嫌いでも、こっちのキャラにしようって、そのゲームみたいにね、変えることはできないわけですよ。自分が嫌いな場合は、だから他の誰かになるじゃなくて、まず一旦今の自分を受け入れて、自分がありたい自分ってどんなだろうって、ね、何をしているときが楽しいんだろうとか、その価値観とかも含めて確認して、ありたい自分になれるように日々を積み重ねていくと。で、一回は繰り返し言ってますけど、その自己需要というやつがね、一回は今の自分を全部受け入れる必要があるわけですよ。いいところも悪いところも。だって人間で絶対いいところと悪いところがあるので。それをした上で、ありたい自分っていうものをね、ちゃんと探っていって、で、そうなれるように、
できることをやっていくと。他の誰かにはなれないですけど、でも自分を磨くことはいくらでもできますからね。ここはそっちの方がはるかに、楽しいし、なんか、気持ちいいと思いますか。なので、誰かと比べて、誰かになれないとかね、そういうなんかことで、悩んでも、もう、その悩みって、その悩みをしてる限り、そんな悩みは解決しないので、いくら考えても。自分を磨くって方にこうシフトしないと、いつまで経っても辛いままになっちゃいますからね。ということで、今回のお話は、ある意味諦め、誰かになろうとするのをやめるというお話でした。では、今日も素敵な一日を。